今回は投資をしないと、座して死を待つ時代になるという話なんですけれども、この投資ですが、日本では長らく教育や学習が行われてきませんでした。これは子供にお金の話をしないという風潮があったためなんですが、やっとのこと2022年から高校で金融教育が始まりました。これは 成人年齢が18歳になった関係で何も知らない高校生が騙されないためというと言われているんですけれども、まあちょっと遅かったように思います。ちなみにこれは金融についての知識を各年齢別で示したものなんですけれども、年齢が上がるごとに社会経験としてまあ分かっていくので上がっていくっていうのがわかります。しかしこの家計管理や生活設計の部分が 半分しか正解してないっていうことを考えると、いかに無計画に生活しているのかっていうのが驚きますね。ただ、私たちは共働きだし、家計簿もつけて毎月貯金できているから大丈夫って思った方いらっしゃると思います。ですが、厳しいことを言いますよ。2022年からお金の目減り時代へ入っています。これはご存知だったでしょうか これは内閣官房の出した消費者物価指数でして、物やサービスの価格が上がったのか、えー、下がったのかっていうのがわかる表なんですけれども、最近までは波も少なくて、むしろ物の価格っていうのは下がっていたんですけれども、2022年から上昇を始めました。 ちなみにこれは日銀のデータなんですけれども、物価が下がっていく状態を改善するために、2013年から金融緩和を行い、目標を2%に定めていたんですけれども、それでも到達できずにいました。それが2022年からこのように上昇へ転じたんですけれども、これは諸外国の要因もあって、まあ、上がっていったわけなんです。 そして日本の通貨である円が下がっています。少し前までは有事の際の円と言われるぐらい日本の円っていうのは買われていたんですけれども今はそうなっていません。その結果1本100円で買えたものが105円出さないと買えない事態になったんですけれども、まあ、このような説明をしなくても普段の買い物でえ値段が上がってきたっていうのは実感でわかりますよね。 そしてこの物価上昇ですが、労働者にとっては賃金がそれ以上に増えれば問題ありません。これは厚生労働省の賃上げ率でして、確かに上がっていますね。しかしこれ、従業員が1000人以上の大企業のデータですので、えー、連合が出した方の中小企業の方のデータも出しますと、まあ確かにそっちも差はありますが、上がっていますね。やっぱり賃金が 増えているから問題はないんではって思われた方いらっしゃると思うんですけれども厚生労働省の実質賃金のグラフを見ますとここマイナスになってますよねつまり昇給が物価上昇に追いついていないっていうことがわかりますではそのマイナス分を預貯金の金利でカバーできるかといえばまあほとんど金利がつかないっていうのは体験でわかりますよねですので期待はできません つまり働いてもマイナス、預貯金でマイナス、現金で持っていてもマイナスという事態になっているのが今なんです。さらに国民年金の保険料の支払いを65歳までにする案が出ていて、どんだけ国民から金を取ればいいんだとお怒りの方もいらっしゃるでしょう。ですが、会社員は厚生年金だし関係ないよねって思われるかもしれませんけれども、 厚生年金の一部を国民年金へ回すことも検討しているとあるので、楽観視はできないでしょう。そうなれば、労働者の賃金が目減りし、預貯金が目減りし、賃金からの天引きが増加することが予想されます。今後、日本は少子高齢で労働人口が減るでしょうし、 まあ海底からこういうメタンハイドレードっていう物質が出てそれが利用可能になってくればまあ日本が資源大国になって安泰なんですけれどもまあそれよくわかりませんからねという暗い未来が来る可能性が高いので投資をしないと雑して死を待つ時代になる危険があるっていうことを忠告しておきたいですではどうしたらいいのかっていうことなんですけれどもまず家計簿をつけることです これは簡単でいいと思います。この家計簿の目的ですけれども、収入と支出が分かり、支出のどこを削ればいいのかを理解し、そしてこれが最も大事なんですけれども、1ヶ月の生活費を把握することです。そしてこちらの緊急予備資金という考え方がありまして、これは災害、失業、病気があった時のために、 保険でカバーしきれない部分を考えまして、6ヶ月分の生活費を確保するというものです。ですので、えー、貯蓄がない状態で投資はしない方がいいと言えます。そしてこの資金を貯めている最中にも投資の勉強はするべきなんですけれども、生活に影響のない本当に少しずつの投資ならいいと思います。そして何の勉強をするかといえば、 おすすめはファイナンシャルプランナーか国家資格のファイナンシャルプランニング技能士っていうのがありまして、それの3級です。まあこれ通称 FP とも言いますけれども、これは受験しなくてもいいです。内容が重要なので試験はおまけ程度でいいと思います。そしてこれは実体験なんですけれども、知人が投資を始めたいというので、この FP 技能士の本を挙げて これから説明するようなことを話したんですけれども結局自分の興味のある株の部分しか読んでなくて数年後に信用取引を始めました空売りとか両立てっていうのがありましてそれで最初は儲けてたんですけれどもそういうのはバランスよく行わないとだめなのに全力でいってしまいまして結局お衣装というまあ損失確定を逃れるための借金という流れになりまして 破産寸前まで行きました。ですので、興味がなくても人生設計としてのライフプランはやるべきだったんです。投資はギャンブルやマネーゲームではないんです。ちなみに投資をやっている方なら、どこかで聞いたことのある方だと思うんですけれども、ウォーレン・バフェットっていう方がいらっしゃいまして、この方の保有資産はなんと13兆円でして、一人の人生でこんな大金を 持つっていうことは不要だと思うんですけれども資本主義のシステム上金持ちのところにお金が集まるっていうのはまあしょうがないことでしょうねまあこればっかは人は人なので自分のライフプランを練ってその後どれくらいのお金が必要なのかっていうマネープランを練るという流れになりますけれども100人いたら100通りのプランがありますのでこれは自分で考えるか FP の人に計画してもらうしかないと思います。そして次はリスク管理としての保険がありまして、大きく社会保険と民間の保険がありますけれども、社会保険でカバーしきれない部分を民間の保険へ入ることになります。次は税金ですが、投資をやる上で知っておかないと大損なことが多いので、ここは面倒でも学ぶべきでしょうね。 そして次は不動産ですが、概要を知っているだけでもだいぶ違うので、関係ないと思う分野でも学んでおくことは無駄ではないと思います。そして相続などに関しましては、親や自分の死後のこともありますので、いずれ必ずやってくることを事前に知っておくっていうことは大事だと思います。そしてここからが本題なんですけれども、金融資産の分野です。 しかし、全く学習したことのない人にとって、金融資産や投資といえば、こういうチャート図を読んだり、なんか難しいことを日々やっているイメージがあるかもしれませんけれども、こういう人たちはデイトレーダーといって、投資家の中でも一部の人にすぎません。そういったことを、この FP で浅く広く学べるっていうことがありますので、この資格はおすすめなんです。他、FP の本には出てなかったと思いますけれども、 基金属、えー、ソーシャルレンディング、暗号資産に関しましては、私の動画で紹介しているので、そちらを見てください。そしてこの投資で2024年から新 NISA が始まりました。新聞やニュースなどで散々出ているので、知ってる方は多いと思うんですけれども、知識として知っていても、実際に投資に実行しなければ、絵に描いた餅になってしまいます。 そしてこの新しいニーサですけれども、一人の上限が1800万円と書かれていまして、そんなの聞いても、おいおい、そんな大金なんか持ってねえよって思う方、多いと思いますけれども、これはあくまでも上限であって、いくら投資するかは人それぞれなんです。それは前にも言った、投資はギャンブルやマネーゲームではないということと、あと、普段の生活費と、 将来必要となる資金っていうのは守りつつ少しずつでも投資はするべきだと思います。ちなみに積み立 NISA っていうのは、えー、毎月100円からできますからね。ただ、銘柄が多すぎてわからないとして銀行や証券会社に丸投げで買うと手数料の高い投資信託を買わされたりする恐れがありますので自分でそこは考えて買いましょう。まあですが、 FP の勉強をやり終えた方なら、そこは自分で判断できるようになっていると思いますので、余計な心配だったでしょうかね。あと、これは雑談なんですけれども、最近高齢者の方が、こういう投資の方に目がくらんで、何千万、何億っていうお金を取られたっていう記事が毎日のように出てくるんですけれども、もう年金暮らしである程度生活が遅れている方だったら、 もううそのの方方っていいいいいは投資しない方がいいと思います結局そんな大金があって何に使うんですかっていうことなんですけれども明確な目的がある方ならいいんですよ例えばお店を作りたいから5,000万必要なんだとかでも何億もあって使い道がない人ってそれ以上蓄えてて何に使うんんでですすかってことなんですつまり欲張ってやられるぐらいだったら何にもしない方がいいですね。 ちなみに私は YouTuber の神風大和と言いまして、いろいろな動画を出しておりますので、えー、再生リストのところにそういう一覧の動画出しておりますので、もしよかったらそちらもご覧ください。それではこれで終わります。長かったですけれども、ご視聴ありがとうございました。 神風大和チャンネル